はい、今回はですね、木村浩二郎が恐喝で、逮捕された件と、ちょっと気になる関連情報について、お話ししていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あと気になる方はチャンネル登録、よろしくお願いいたします。リスナー様が、ちょっと教えていただいたんで、僕は結構半グレのコンテンツを出すんですけど、ね、この木村兄弟のね、この弟の木村浩二郎っていう人に関して、まあ、いろいろ調べてることもあったんで、まあ、分かることっていうか、ある程度分かることはあるんですけど、コメントいただいて、まあ、捕まったんですみたいなことをおっしゃったんで、まあ、いや、丸物で前捕まったのかなと思ったら、その後にね、つい最近、捕まったっていうことが分かったんで、ちょっとそれについての思うところ、ご意見、を、お伝えしていきたいと思いますので、今回も、よろしくお願いいたします。まずですね、まあ、ざっくりなんですけど、まあ、多分、まあ、皆様が、ちょっとここら辺気になってらっしゃるかなっていうようなことを、まあ、要約してお話ししていきますと、まずこの、まあ、木村浩二郎ね、まあ、伝説の木村兄弟っていうことを言われてるんですけど、まあ、この木村浩二郎っていう人は一体どういう人だったのかっていう話なんですよ。そこら辺のことからまあお話ししていきます。まずですね、まあ、この木村浩二郎もそうなんですけど、まあ、いわゆる木村兄弟っていう、まあ、二人の兄弟ね。で、この伝説の兄弟って、伝説の木村兄弟とかって言われてるんですけど、この木村兄弟っていうのは、まあ、木村太一郎と木村浩二郎っていう二人のことを言うわけですね。お兄さんが木村太一郎で、弟が木村浩二郎。めちゃめちゃ喧嘩が強いってこと。で、関東連合から誘いがあったんですけど、木村兄弟はその誘いを断ってるってことですね。で、関東連合の三立新一が、まあ、木村兄弟に関東連合に入らないかっていう誘いをしたんだけど、まあ、普通に断ったっていうこと。で、まあ、この木村浩二郎っていうのはいろんな伝説があるんですけれども、まあ、多くはっていうかね、新宿ジャックスっていうところの、まあ、トップをしてたんですよね。うん、イベントサークルを仕切っていたっていうことが分かっています。早稲田大学のスーフリとかもね、この参加にいたってことが分かってるんで、で、この木村浩二郎はそのイベントサークルとかを仕切ってね、ここで多額のお金を集めて、まあ、その後闇金融に移っていくわけですよね。で、この闇金融をしている時に、この木村浩二郎のバック、ケツ持ちにいたのが山口組極真連合会の、下にいる六本木赤札軍団っていうことです。この、他のコンテンツでも言ったことあるんですけど、この木村浩二郎っていう人を語る上でね、この欠かせないのはこの六本木赤札軍団なんですよね。で、この、まあ、六本木赤札軍団と木村浩二郎が、まあ、二人でっていうか二人じゃないですね。一緒になって、まあ、考えて、まあ、絵図はこの六本木赤札軍団が書いてるんですけど、まあ、関東連合を潰したっていうことです。で、そのことについてお話していきます。まあ、いわゆるね、まあ、半グレ、まあ、ありとあらゆる利権、もう半グレっていうのを超えてるのかもしれない。その、まあ、巨大規模を持った関東連合を壊滅に追い込んだっていうね、伝説の、木村兄弟、木村浩二郎と、まあ、六本木赤札軍団についてっていうことです。まあ、リスナー様、ご存知かとは思うんですけど、六本木クラブフラワー襲撃事件っていうこの事件ね、木村浩二郎が、まあ、関東連合を潰したっていうことは言われてるんですけど、まあそうなんですよ。ただ、木村浩二郎の後ろにいるんですよね。この六本木赤札軍団っていうのが。それどういうことなのかっていうとね、この六本木赤札軍団っていう、まあこの山口組極真連合会のその下にいる89さんが、おそらくっていうか絵図を全部描いてるんですよ。六本木のフラワーっていうクラブの中に、木村浩二郎のそっくりさんを、まあ、置いて、で、その、まあ、だからこの、フラワーの中には木村浩二郎はいないわけですよ。木村浩二郎のそっくりさんがいると。で、その木村浩二郎のそっくりさんを木村浩二郎だっていうフェイク情報を関東連合のメンバーに流した。で、そのフェイク情報を信じた石本大地とか三立新地が瞬く間にその人を、まあ、襲って丸した。その結果、関東連合は男たちが警察に逮捕されたっていうことです。それが、いわゆるこの六本木クラブフラワー襲撃事件のまあ、裏側に隠れているものっていうことです。で、その時にこの三立新地だけ海外に逃亡したんですよね。で、三立新一は今はどうしてるかわからないっていうこと、うん、で、こういう構造があるんですよ。で、皆様が思ってらっしゃる、まあ、ことも正しいと思いますし、僕もそう思うんですけど、三立新一と木村浩二郎仲悪いよねっていうことが、まあ、言われるんですよ。それはなんだろうな、この木村浩二郎が、まあ、関東連合入りを断ったとか、新宿ジャックスをした後に闇金で三立新一を顧客がかぶって、お金の取り合いとかそういうのになったってことは言われてるんですけど、その後ろにいるね、六本木、
赤穂田軍団が、まあ、絵図を描いたんじゃないかっていうこと。で、なんていうのかな、なんでっていう話だと思うんですよ。その六本木赤穂田軍団がなんでこんな絵図を描いたのかって言ったら、これっていうのは、明確な理由っていうか、明確なこの六本木赤穂田軍団の思惑があるんですよね。それは何かって言ったら、六本木地区の利権なんですよね。今まで関東連合は、この六本木地区の利権を全て牛耳っていたわけですよ。で、六本木の利権ね、六本木地区、六本木エリアの利権っていうのは、ほぼ、まあ、わからない。金額にして、まあ、数十億、数百億円とかっていうのも言われているわけですよ。本当に。うん。で、そういうようなところを全部、関東連合が握ってるわけですから、その関東連合が壊滅させることによって、どういうことになるかって言ったら、その利権が、まあ、全部ではないんでしょうけど、ある程度転がってくるっていうことで、まあ、この、893ね、山口組極真連合会の下にいる六本木赤穂田軍団が絵図を描いたんじゃないかって、そういうことが言われてる事件が、この六本木クラブ、フラワー事件っていうことです。大雑把に言うと、まあ、そういう感じですね。で、この後に、まあもちろん木村康二郎はこの六本木クラブフラワー襲撃事件で何も丸されてもいないんでね、まあ普通にしてたんですけど、その後ね、どうしたのか消息がなかったんですけど、薬物の取締法違反で一回逮捕されてるんですね。で、そのことが一回話題になったんですけど、今回の話はその後っていうことですね。うん。今回はね、つい最近になりますけど、木村康二郎が恐喝で逮捕されたと。で、まあ、僕の解釈なんですけど、やっぱりシャバの普通の生活って難しいのかなっていうことをちょっと思いますよね。シャバの生活は難しい。シャバの普通は多分難しかったのかなって。うん。なんでかっていうと、今回はこの、木村康二郎と林健二っていう二人が逮捕されてるんですよ。で、この二人の関係っていうのは新宿ジャックスの元総長なわけですよ。で、つまり、先輩後輩に当たるんですね。木村康二郎の方が先輩、後輩が林健二っていうこと。で、この、まあ、恐喝逮捕の理由もね、知ってる人の男性に電話に出ないっていうことで、まあ、200万円恐喝したっていうことを言われてるんですよ。で、その際に、山に連れて行くぞとか、頭にネジを突っ込むぞとかっていう、まあ、脅しをしたんですよ。で、木村康二郎と林健二は、恐喝はしていないと否定しているんですけれども、本当のところはまだわからないということなんですけど、なんでシャバの普通が難しいのかなとかって、まあ、まあ、いわゆる普通のね、もうシャバの生活、シャバの普通の生活が難しいのかなとかって思うんですけど、電話に出ないで200万円脅すっていうのは普通じゃないじゃないですか。うん、このことからシャバの普通の生活を過ごすのは難しいのかっていうことを、まあ、僕は思うんですよ。で、これっていうのはもう分かんないんですけど、あらかじめね、お金目的でこういうことを言ったのかもしれないですよね。だ、金を取ろうと思って、別に、うん、そうとも考えられるんですけど、やっぱりちょっとね、まあ別に僕も半グレとか関心がありますけど、やっぱりシャバの普通の生活がちょっとね、木村康二郎とか、うん、ちょっと厳しいのかなって。このシャバの普通の生活とかっていう漫画がありますけど、なんか本当にそれをちょっととなんか思いましたね。うん、まあまあ、どういう考えでどうなってるのかっていうのは分からないんですけど、真相がね。で、この木村康二郎っていう人には多くの人が関心を持ってるんですけれども、まあ刑務所行きになってしまうのかなっていうようなことですよね。うん、でも今回のこの木村康二郎の、まあ、恐喝の逮捕っていうことを、まあ、ちょっとそのニュースがあったんで、ちょっとそのことについて思うことをお話しさせていただきましたっていうことで、今回の音声ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。